俊介は小さい頃からサッカーが好きで、社会人になっても飽きずにボールを追っかけてました。レギュラーメンバーを獲得できなかったことは、先ほどのご紹介あった通りです。でもそれを毎日楽しそうに出かけてたんです。彼はプライドが高いので、いつも頑張ってるね、偉いねと頭をなでなでしてあげるのはそれで大丈夫です。たくさん心配かけてごめんなさい。普段からたくさん話すということはないけど、お父さんの愛情は伝わっています。お父さんありがとう。ずっと自分の過去を振り返るという機会が多くございました。思い返してもやっぱり楽しいシーンがとっても多いんです。やっぱりこういう自分を作り上げていただいたのは周りの方々のおかげだと思っています。本日はどうも皆様ありがとうございました。